さて、まず車を見つけに行こう。道路の脇に必ず車があるんで、それを取って探索だな。あっち側にはあると思うんだけど、まだ見えないな。車がバギーがあるね。向こうにバギーがあるんで、ここちょっと探索したらバギーを取りに行こうかな。結構ね、アップデート入ってから武器のバランスも変わってね、最近のトレンドは M16 ですね。スカーエルか。で、M16。やっぱね、M16 とスカーエル、今だったら M16 の方が使いやすいかな。さて、バギーを取って、結構あれだな、円が右側に偏ってるみたいなんで。あの、くぼんだ地域にでも行きますか。真ん中のね、くぼみ。ちょっと、ここ、未探索っぽいんで入っていく。お、8倍スコープ、いいですね。結構ね、最近みんな慣れてきたせいか、だいぶね、強くなってきちゃって、勝てなくなってきたんだよね。結構立ち回りとかもね、やっぱもう数こなしてったら覚えてくるから。しっかりした立ち回りする人もいるし、まあ、角待ちとかね、結構家の中で待ったりするからね、もう未探索だって思って。ってことで、迷彩のバギーに乗って、くぼみかな、次は。ここがね、絶対一人はいるっていうね、くぼんだ町ですね。で、上から狙うんで、8倍スコップをつけて。おっと、人一人見当たら、お、いた！いた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 。だな。向こう気づいてるかな。ちょっと、おっと落ちるか。危ない危ない。落ちたかと思った今。危ない。一発当てた。見てるな。足を狙い。おっと？右足に当たったぞ。右足貫通。ふくらはぎ貫通した。反対方向から狙った方がいいかな。もうちょっと相手はもう絶望ですね。こんな上から狙われて逃げ場がない。痛い。はい。で、1キル。まああれ倒したところでね、救急物資が降りてきてるんで、そっちの方に向かう。あった。多分何人か来てると思うから、直接は行かずに、呼吸物資を狙ってる人たちを倒すみたいな。そんな感じで行こう。お、4倍じゃん。おっと、車の音。あ、来てるね。呼吸物資を嗅ぎつけて、やってきた人たちを、狩ることができるか。後ろだな。あ、いた、ジープ。上ずかな。あ、右にもいるじゃん。白 T シャツ。白 T シャツを先にやっておくか。おっと、ちょっと、待って、4倍か、今つけたの。レッドドットのつもりで見たよ。で、取りに行ってるね、あれ。お、いいね。狙って。2発あった。で、はい、3キル。もういないかな。まあ、早速、補給物資の中身をいただこうじゃないか。何かな、ギリースーツが欲しいね。
ギリース来い。あ、マグダム AWM か、スナイパーライフルか。つかこの人全然武器持ってないじゃん。宝石持ってった方がいい。もう一人は何持ってたんだ。白 T シャツの人は、4倍スコープ。あー、特になんもないな。2個もいらねえな。補正器つけて。あ、つかヘルメットなんで俺変えてんねん。で、もう上の方の町に来たんだけど、まあ、ここが安全地帯かな。あ、車の音。来てる。どこだ。コンテナの裏あたりに止まったな、今。見えない。奥にいるでしょ。あ、いた。あそこか。人がいますね。どうしよう。この家から狙うのがな、狙いづらいんだよな。あ、やっぱこっから出て狙おうかな。いるか？家の中。あ、外にいる。あ、出てきた。よし、狙うか。あ、もしかして、あ、家のドアを閉めてない。絶対気づいたでしょ、今の。絶対気づいたね、あれ。あっつって言って隠れてた。さあ、どうする。まあ、バーストモードにしてるから大丈夫かな。ショットガンとかね、撃ってこない限りはいけんじゃない。おっと、投げてきた。ん？スモーク投げてきたよ。おっと、被弾した。エナジードリンクで、どう出てくる。おっと、そっち走るの。おお、何やってんだ、あなた。補給キットいいね。もう大容量だ。ギリギリだな。まあ、結構そんなに中心だからね。ちょっと移動しておこうかな。まあ、こっちにはね、まだバギーがあるんで、いざとなったらバギーになって中心まで突っ込んで。まあ、最後の最後までやっぱ乗り物はね、大事にしておいた方がいい。さて、次のエリアを見て決めようかな。歩くか、バギーか。近くだったらこのまま歩きで攻めていこう。範囲が迫ってきて。さあ、どうだ。おっと、遠いか。これは、あー、遠いね。バギーだな。バギー乗るけど、ちょっと待ってからだな。範囲なくなった時に乗ろうか。10秒、残り10秒。ほんとギリギリのところね、攻めていった方がいいんだよ。後ろを気にしたくないんだよ。で、なんか中心まで来ちゃったけど、ここに隠れて大丈夫か？危険なんだよね、この行動は結構。あ、撃たれる。こういう風にね、撃たれるんだよ、後ろから。危ねえ。これ、あれかな？位置的に登っちゃえば見えなくなるんじゃない？よし、登っちゃおう。走って。この岩のとこが、何時かな？範囲が狭くなってきて、人の動きは、あ、いる、奥にいる。スナイパーライフル持ってるんで、腹でいいか。腹を一発当てて動きる。ちょっと削れてたのかな。で、あと残り8人。いや、姿が見えない。おお、あ、いるっしょ、あそこいるっしょ。のんきにリロードしてる。
頭打っちゃったよ。残り5人。とりあえず円の中には入ったけど、ギリギリを攻めていこう。まあ、割かし上の方にいるからそんな不利ではないと思うんだけどね。はい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 。で1分半あるんで、1分半を有効に使って外側から攻めていきたい。この時にね、急いで白円の中に入ったやつをやるのがねいいんですよ。5人か。1人も見つけられないんだよな。どこだ。スモーク投げとくか。これで動きがあればいいけど。おっと、フラグ投げてるね。2個目。お、打ってる打ってる。あ、マズルフラッシュが見えた。はいはい、近い。あ、いた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 、いたぞ。こっち気づいてないね。あれもう頭を打てばいいんじゃん。はい、7キル。おっと、タイマンか。残り1人、一気に人数減ったな。円が狭くなってるんで、なるべく木を盾にして戦いたいんでね。ここでいいか。相手の姿が全く見えない。まあ、報復してるよね。まあ、位置的には後ろはないか。絶対この見てる方向にいるんだよ。どっかの木の幹のとこにいるんかな。お、右。音が聞こえた。なるほど、あっちか。ちょっとな、位置ずらしたいな。よし、42秒ある。ずらしていこう。これは見えないはず。ちょっと位置をずらして。で、木を。あ、これちょっと安全地帯じゃないな。もう一個下がろう。あ、そこの前の木にしようか。ここだな。この木にしよう。ここで戦うぞ。さあ、どこにいる。まあ、目の前のなんか、あ、いた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 、いたぜ。いたいた。もう M16 だね。バースト射撃を当てていく。当たったか。できたできた。よし、当てて。うーし、8キル。8キルしてドンカツ。M16 やっぱ強いね。使いやすいわ。まあ、この距離だったらバースト射撃全然当たるんでいいっすね。はい、ということで今日は以上です。